報告書を出されたじゃないですか、はい、第三者委員の、はい、あの中でその賠償金っていうその言葉が入っていないっていうのをツイートされてたと思うんですけど、はい、あれは結局その黒塗りにされてる部分とかに入っているんですか、はいはい、そうですね、はい、それをこう市が出さなかった、教育委員会が出さなかったってことについてはどう思いますか、はいはいはい、そうですね、常任委員会の中でも、はい、なんで墨塗りにするのかっていう話はやり取りをしてるんですけど、そうですね、あまりにも隠してることに批判が高まって、これでもだいぶオープンにしてるんですよ。そうなんですね、はい、でもだいぶオープン、真っ黒っけだったんです。あ、それがだいぶこうなんていうかまだら模様になって、はい、それでもですね、実はその賠償金あるだろうと言われたとか、はい、まあ、この件 の、 あの一番のこう革新的な部分ですよね、あのその言葉はこの今オープンになっているところにはどこにも出てこないんです。でも、その賠償金あるだろうっていう、まあ、いわばその弱いところに一番その傷に血を塗るっていうか、で、まあ、まさに金銭要求の証拠の部分ですから、まあ、それがあのなぜないのかということで、専門委員会が事実認定した項目っていうのを、これはもうその被害者側はオープンにしてるわけです、はい、でそれを見ていくと、あの賠償金もらっているだろう、次のお金もよろしくなとかっていう言葉がちょうどここに入る形になってるんです。16ページですね、はいはいはい、どういうふうに言われたとかいうところを消してるんですね、はい、で理由を個人情報だと、はいはいはい、今消してあるものは全部個人情報だと教育委員会は言ってるんだけど、はい、賠償金あるだろうと言われたとかですね、はい、それ個人情報じゃないわけですよ。でむしろ被害者側が一番訴えたいところなわけじゃないですか、うんうん、こんなこと言われたと、はい、ひどいっていう、そこのところを個人情報と称してあの隅に塗ってしまっているっていう、あの非常に、まあ、ある種革新犯かなっていうか、これ教育委員会なんですよ、墨塗ってるのは。だからその教育委員会側の姿勢っていうかですね、あのこのお金をどういう状況で取られたのか、それから原発で避難してきた子どもがこういう目に遭ってるんだっていう部分を教育委員会が隠してるっていうことが非常にこう、まあ、罪深いなっていうふうに思いますね。横浜市教育委員会に決定的に欠けているもの、それは子どもの命と健康を守るということです。ここ横浜市では323万人の市民が暮らしています。横浜の原発避難いじめ問題で苦しんでいる被害児童、小学2年生の時に横浜に引っ越してきてからいじめに遭い、今はもう中学1年生です。こんなにも長い間ずっと苦しんできました。なんでこんなにも長い間ほったらかしにされてきたのでしょうか。横浜市教育委員会の定例会や臨時会では、このいじめ問題が報道されてからまだ一度も議題にこの問題が入っていません。横浜市教育委員会は内部検証や再発防止検討委員会を設置しましたが、なぜ内部で設置をしたのでしょうか。自分たちの悪かったところを、身内のことをどうやって自分たちで裁けるというのでしょうか。岡田優子教育長だけの責任ではなく、これは市長の責任でもあります。市長の判断で外部に依頼し、外部で検証することができると、常任委員会でも議員からの発言がありました。今まで何が被害児童に起きていたのか、真実を明らかにする手段はたった一つ、外部検証をすることだと私はそう思います。岡田教育長は150万円取られたことをいじめだと認定できない、第三者委員会の決定を覆すことはできないと言いました。しかし市長の判断で外部検証をすれば、当時何が起きていたのかが明らかになるのではないでしょうか。林文子市長の決断が今必要です。横浜で起きた福島からの避難児童へのいじめ問題においては、昨年11月15日に代理人弁護士の記者会見により報道されてから今日まで数々の問題点が浮き彫りとなりました。
この件が全国に大きな注目を集めたのは、小学生が150万という多額の金銭のやり取りが生じたことが、多くの人々に衝撃を与えた一面が大きかったといえます。それゆえに、1月20日に報道された岡田教育長のおごりおごられる関係でいじめとは認定できないという見解は大きな議論を呼んでいます。今日は12月7日から集めたネット署名や紙で回してもらった署名など1898名分を横浜市長と教育長に提出をして、150万円もゆすり取られたこの問題をちゃんといじめとして認めてほしいという声を上げました。これからもまた運動していきます。皆さんもぜひ、一緒に声を上げてください。今日はありがとうございました。